土井美咲選手でございます。ちゃんと成功させないよみたいなこと言われて、もう一生懸命ファーってやったのに、いやー、あの時もやっぱり嬉しかったですし、そうなるともう大赤字ですね。うわー、今だから話せる話であるんですけど、うん、毎日泣いてるんじゃないかぐらいの、やめたいかもって考えてるぐらいの時期で。はじめまして、ワッキーと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テニス365で YouTube チャンネルをスタートさせることになりましたので、これから見ていただけたら嬉しいです。このネクタイがね、僕は特徴的なので。なんかさっきから声出してるあなた誰ですか？どうもごきげんよう、宇宙のプリンスでございます。ちょっと意味不明です。このチャンネルは僕、ワッキーとプリンスで、はい、スポーツエンタメを皆様に届けたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。本日のゲスト、土井美咲選手でございます。お願いします。お願いします。その第1弾で来ていただいちゃいましたね。第1弾は緊張しますね。まあ、今回私服じゃないですか。はい、結構雰囲気違いますね。違いますかね。はい、YouTube ってご覧になられたりしますか？最近結構よく見ます。あ、本当ですか？はい、何ご覧になられます？結構カジサック。え、カジサックのどの辺が好きなんですか？もう最初はあんまり知らなくって、そんなに、うん、あれだったんですけど、うん、なんかちょっとニュースで見たりしてちょっとチェックしてったら、うん、はい、なんかすごい家族の動画とかもすごい好きで。ああ、奥様出られてるやつですね。はいはい、はい、じゃあもうせんちゃんの。ああ、せんちゃんかわいい。むっちゃかわいいっす。せんちゃんの大ファン。他のチャンネルもご覧になるんですか？他、まあそれ、そうですね、はい、東海オンエア。ああ、何色の方が好きなんですか？何色、まあ、誰っていうのはないけど、はい、なんかみんなでわちゃわちゃやって、なんか、なんていうんですかね、くだらない検証してたりするのがすごい面白いなと思って。やってますよね。はい。あれ、プリンス知ってます？もちろんですよ。本当ですか？はい。絶対見てないでしょ。はい、このチャンネルはですね、まあ、実際に、ちょっと撮影前に、視聴者の方からですね、質問の方を受け付けまして、はい、でその質問に対して実際に土井選手が、はい、まあ、答えていただこうというような、コーナーになっております。はい、質問の前にまず土井さん、今年2019年振り返っていただいて、どんなシーズンだったかなと思ってですね。まあでも私としてはすごく充実していたシーズンだったと思いますね。はい、最初からオーストラリアから、まあ、久々に予選上がって本戦出れたりとか、うん、まあ、その後も、まあ、WTA のチャレンジャーのバスタートという大会で優勝できたりとか、うん、まあ、広島と東レで、うん、まあ、日本のお客さんの前でいいプレーができたのもあったので、はい、充実した1年でした。はい、全豪オープンの予選突破がすごいなんか大きかったかなと思って、はいはいはい、確かにあの試合は結構、はい、正直自分確か調子は良くなくて、うん、そんな中でも、まあ、ぐちゃぐちゃなんだけども、なんとかなんとかものにして追いついて追いついてって言って、うん、勝ち切った試合だったので。そうですよね。はい、すごい印象には残ってますね。スウェーデンの大会、さっきも言われた、はい、その単独優勝されたじゃないですか。はいはい、そうですね。あそこは WTA のカテゴリーで優勝できて、はい、まあ単独っていうのは自分でも正直驚いたし、はい、しかもクレーコートで、はい、優勝っていうのも、うん、まあ、あんまりないことだったので、うん、結構自信にはなりましたね。そうですね。なんかこうシャンパンの写真。あ、そうそうそう。あったじゃないですか。はいはい。はい、あれ、まあ、裏話じゃないですけど、はい、シングルス優勝した後にシャンパンって言われて、シャンパンファイトとかやったことないんですよ。はいはいはい。で、もう最初うまくいかなかったんですよ。ちょろちょろみたいな。全然出てこなくて、うん、で。もう30分後ぐらいにダブルス始まって、はいはい、でダブルスなんとか勝って、はい、そしたらもう一回シャンパンファイト。これはどうしようみたいな。でもみんな、美咲次はちゃんと成功させないよみたいなこと言われて、もう一生懸命ファーってやったらいい感じの出方をしてくれて。じゃああれは2回目のシャンパンファイト。あれね、多分そう2回目だと思います。なるほど。だって1回目ちょろちょろです。そうそう、2回目もこんなしかなってないんで。だからあれ2回優勝したから、はい、撮れた写真かもしれないです。そうですよね。そう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 。今怪我の状況とかどうですか？まあ、その怪我した直後はもう結構肩上がらないみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、少しずつまあ、リハと治療していって、うん、まあ、だいぶ良くはなってきたんですけど、まあ、まだちょっとテニスはお休み中っていう段階ですね。うん、なるほど。はい、もう来年はどの大会からとかも決まってますか？まだ決まってはないんですけど、
多分1月の6日からの週が多分1大会目だとは思うんですけど、早い、もうテニスって早いんですよ、ね、本当に、はい、もう正月とかなんかもうめちゃくちゃっすよね。いやもう正月をだから日本で過ごしたこととかないですよね、あんまり。多分現役中そのたまたまそのスケジュール的にとか、ちょっと1大会遅らせたりとか、うん、そういうタイミングはあるんですけど、うん、もう自分が要は元気な状態で、うん、1戦目からスタートすると大体、まあ、オーストラリアかニュージーランドで花火のハッピーニューイヤー、すごい、うわ、全然しっとりはできないです。じゃあ向こうでお餅とか食べるんですか、なんか日本から持ってってとか。でもね、持ってったりします。おしるこ、おしるこっていうか、はいはい、なんかカップのあるんですけど、うん、それ持ってったりして、なんか私のおじいちゃんおばあちゃんが鳥取なんですけど、はい、でそっちがお雑煮が小豆なんですよ、小豆にお餅入ってる、ような感じで、うん、まあ、おしるこに似てる感じで、もともとずっとおしるこみたいなものを、そうそう食べてたんで、それ持ってって、向こうで食べたりします、ね。視聴者の方からの質問コーナーに、はい、参りたいと思うんですけど、はい、お名前が、イッサさんという方からですね、今までで、一番嬉しかったゲームと一番悔しかったゲームは何ですかというところですけど、土井さんどうですか。なるほど、はい、そうですね、一番は、WTA のルクセンブルクの大会で初めて優勝したんですけど、はいはい、多分それが一番嬉しかったゲームですね。あの年って結構、まあ、グランドスラムなりいろんな大会で結構トップ10とかトップ20の選手とやらせてもらうことは多くて、うん、まあ、イワノビッチだったり、まあ、ベンチッチとかあったんですけど、うん、惜しい試合に行くんだけど、うん、勝てないっていう状況が結構あって、で、1回戦で確かペトコビッチっていう選手が当たって、で、その試合が多分ファイナル6-4とか7-5とかも本当に競って、うん、まあ、おそらくお互いそんなにいい試合ではないんだけど、うん、なんとか勝ち切れて、初めてその時に結構上の選手に勝てた試合で、で、その試合があって、準々決勝かな、ヤンコビッチに、はいはいはい、多分その時のもベストマッチぐらいの感じで、うん、勝ててっていう、まあ、トップ選手に勝てなかった1年の中で、勝てた上で優勝できたっていうのが、自分の中ですごい大きかったですね。うん、私は結構1回戦突破したらどんどん調子もというか、うん、テニスも自分の中の気持ち的にも上がってくるタイプなので、うん、そこの山を乗り越えたら結構いい感じにいくっていうのがあります。じゃあ結構いつもそのどの大会の初戦が結構土井さんの中ではバロメーターになってる。そうですね、はい、2016年もウィンブルドンでベスト16入られたじゃないですか、はい、今世界2位のプリスコバとかに勝ったりとかして、いやー、あの時もやっぱり嬉しかったですし、そうですね、その、プリスコバ選手に勝ったのも、うん、その前の週のイーストボーンの大会で、実はその選手に負けてて、そうなんですよ。で、そのイーストボーンの大会自体が、雨でちょっと流れたりして1日2試合の試合があって、うん、イーストボーンでプリスコバ選手とやる前の日が1日2試合で結局5セット戦った日で、で結構足パンパンで、うん、もうなんか一歩動いたらつるんじゃないかっていうぐらい結構パンパンで、でプリスコバの速いサーブだったりストロークにもう全然追いつけなくて負けちゃって、うん、でウィンブルドン、ね、次の週でまた当たって、でなんか私的にはうわもうリベンジできる機会だと思って、うん、で私の気持ちの中ではもう今日は体元気だし、はい、全然違うプレーができるぞと思って挑んだ試合だったので、まあ、ある意味向こうはちょっと分かんないですけど、うん、まあまあ毎週勝ったしみたいなのもあったのかなと思って、はいはいはい、そういう意味ではよっしゃーって感じでしたね。逆に悔しかった試合というか、はい、US オープンでベンチッチに負けた試合で2回戦ですね。 US オープンでベンチッチ、はい、それが多分2015年だと思うんですけど、ちょっとスコア忘れちゃったんですけど、マッチポイントあったんですよ、2本ぐらい、はい、うんうん、で、もう完全にそれこそ私の得意なフォアのここだったんです、はい、確かで、
それをもう、はい、あーってミスっちゃったんですよね、確か、で、まくられて、で、ベンチッチもなんか後々聞いたらもうその試合もううまくいかなすぎてベンチで泣いてたとか、ベンチッチだけに、そうそうそう、真面目なとこに、すいません、すいません、そう、それで、まあ、逆転負けしちゃって、それが一番まあ、うん、悔しくて、引きずったというか、そっか、なんか僕の印象だと、あの、そのそれこそ翌年の前後1回戦で、はい、まあ、ケルバーっていう選手、そうですね、で、その時マッチポイントを握られたんですよね。でもその時、まあ、土井さんがちょっと逆転で、まあ、負けちゃって、はい、島にはこのケルバーが優勝しちゃったんです。そう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 、そうなんですよ。あの時土井さんが勝ってれば、はい、ケルバー優勝しなかったんですよ。そう、でもそれは多分周りの人から一番言われる試合ですね、うんうん、いやもちろん悔しいんですけど、なんかもうそれ以上の悔しさがベンチッチ戦にはあったんですけど、うん、でそのケルバー戦はまあ相手のプレーも良かったし、自分がなんていうんですかね、取りこぼしたという感じではなくて、うん、ベンチッチ戦はもう自分が取りこぼしたっていう印象だったんで、うん、なんか悔しさの質が違ったりはするんですけど、うん、確かに後々優勝してその後もケルバーグワンって行ったんで、うん、行きましたよね、本当にちょっとびっくりはしました。ですよね、はい。じゃあ次の質問いきます、はい、では香川大好きさんからで、資金面で苦労されたことありますかと。ああ、資金面ありますね。あります。そりゃ土井さんの収入はどういう、まずこう成り立ちというか、まあ、賞金がまずあって、うん、あとスポンサーさんからいただく、契約金ですね、うん、基本的には、うん、まあでもやっぱり10代とかは、うん、まあ、コーチとかはつけられなくて一人で遠征とかはしたことも全然ありますし、うん、多分テニス選手だったらみんなみんなされてるあるんじゃないですかね、うん、結構だからホテルとかも、まあ、どのホテル泊まるかとか、まあ、今だったらそのオフィシャルホテルって大会が用意されたホテルに泊まったりするんですけど、はいはい、こっちのホテルの方が安いから、うんうん、ちょっととかありますし、うん、逆にたくさんもらえるシーズンもあったりとかするんですか。そうですね、はい、でそれで言ったら、2016年が割と多分一番いいシーズンだと思うんですけど、うんうん、去年はあんまり良くないシーズン、うんうん、あんまりどころもすごい良くなかったんですけど、そうですよね。そうなるともう大赤字です。うわー、その時って、まあ、今までその、まあ、ツアー優勝して、まあ、ウィンブルドンベスト16とか入ってある意味いい景色を見れたと思うんですよ。そうですね。でも去年とか真逆のに近かったと思うんですよね。真逆も真逆も来る真逆です。本当に結構プライドの面でもしんどかった部分が、そうですね、あると思うんですけど、だから去年が私の中では一番しんどくて、うん、そのコーチはずっといてっていう状態なので、うん、まあ、自分の賞金だったりは減ってるけど、まあ、もちろんそこは払わなきゃいけないし、ね、っていうところもあるので、うん、まあ、大変は大変で、うん、800位ぐらいの選手に負けたりとか、うん、でその1回あったとかじゃなくても去年はずっとそれが続いているシーズンだったので、うん、いや本当にもうなんか今だから話せる話であるんですけど、うん、一時期も本当毎日泣いてるんじゃないかぐらいの、何ヶ月かはありましたね。もうなんか全然試合勝つ負けるとかじゃなくて、もうテニス自体がなんかコートに立つのが怖いじゃないけど、うまく行かないから、はいはいはい、もう本当に怖さの方が勝っちゃってた時期がありました、ね、打つ感覚が分かんないとか、そういう風にもなったりするんですか。分かんなかったです。もうぐっちゃぐちゃで、だそれまでって例えば試合でうまくいかなくても、うん、そんなに、まあ、もちろん落ち込むんですけど、落ち込む中でも練習ではうまくいってるっていう、なんていうか自分の土台があったりするんで、うん、次って思いやすいんですけど、その時期って去年って特に練習でもうまくいかない、うん、そりゃ試合でもうまくいかないよねっていう状況がずっとあったんで、まあ、どうしたらいいのかもわからないっていう。あ、これちょっと聞いていいですかね、はい、ホワイトタイガーさんからです。小学5年の息子がテニスをやっていますと、4歳から始めて当時から今も
コーチから天才と言われたことがあるんですが、試合の結果は伴わずと、本人のモチベーションも下がり気味です。小さい時からテニスを行っていると思いますが、やめたいと思ったことはありますかという、はい、1回だけありますね、去年になっちゃうんですけど、ちょっとそれは頭によぎったことはあります。まあ、ただそれまではなかったですね。ちなみにそれどうやって乗り越えたんですか、それは。なんか一つのきっかけとしてあったのは、プラハで試合があったんですけど、はい、その時にそのテニスクラブの、14歳か15歳ぐらいの女の子となんか練習してって、そのコーチと知り合いだったんですけど、はい、って言われて、で練習した時があって、でもその時割と一番自分としてはしんどい時期だったんですけど、でそういうなんかやめたいかもって考えてるぐらいの時期で、そしたらその子がものすごい楽しそうにテニスをしていて、その練習の中でちょっとセット練習とかもしたんですけど、まあ全然私がの方がまあ一応その時は強くて 6-0 とか全然その子ゲーム取れないぐらいの感じなんですけど、もうなんかテニスしてるのが楽しいっていう感じで、すごい楽しそうにテニスしてるなと思って、はい、なんかそれをなんかまあ一緒にテニスすることによってなんか原点とか初心をちょっと感じたというか、まあね、いろんなことを考えすぎずに、まあ、今できることをやろうってそのあたりに思い始めましたね。なんか私も今一生懸命やればこの先何かあるのかなというふうになんか少しずつ思えるようになってっていう、なんかまあいろんなことがあった上で少しずつテニスがを楽しめるようになったっていうのがありました。でもまあ結果的には本当にやめずに、そうですね、はい、諦めずにやってきて、そうですね、はい、やっぱすごいシンプルにテニス選手はまあ、どの仕事もそうだと思うんですけど、やっぱり勝て、勝てしないな勝てしないはい本物のラケット、うわー、そんなツーショットです。あれ、今年一テンション上がりました私は嵐好きなんですけど、うわー、嵐、そう、なんかそう、勝てない相談がそう、めっちゃうまい